最近のスクロース用のポリンヒトのレチノール結合タンパク質。青いのがレチノールベータバレルはタンパク質の三次構造の一つであり、大きなベータシートがねじれてコイル状になり、両端が水素結合で結合した構造をしている。ベータバレル中のベータストランドは通常は平行に配列している。この構造はポリニア、 細胞膜を貫通する他のタンパク質、リポカリンなどの素水性リガンドと結合するタンパク質で見られる。グラム陰性細菌の遺伝子の2から3%はポリン様のタンパク質を高度している。多くの場合、ストランドのアミノ酸は極性のものと素水性のものが一つ置きに並び、素水残機はバレルの内側を向いて素水性中心を作り、 極性残機は外側を向いて溶媒に露出している。ただし脂質中では、これとは逆になり、素水性残機が外側、極性残機が内側に来ることがある。すべての β バレルは、β シート中のストランドの数を表す n と、シート s という中のストランドのズレ s という二つのパラメータによって分類される。これらのパラメータは、 ベータバレルの軸に対するストランドの変更角に関係する。多くのベータバレルは次の3つのうちのいずれかのトポロジーに分類される。アップダウンは最も単純なベータバレルのトポロジーで、それぞれのベータストランドは一時配列で隣り合ったベータストランドと水素結合をする。グリークキーではいくつかのストランドが配列上では隣り合っていないが、 空間的に隣り合っているストランドと水素結合を作る。ベータバレルは通常、ベータヘアピンにつながるグリークキーを少なくとも一つ、あるいは連続した二つ持つ。ジェリーロール、またはスイスロールは非局所的な複合構造で四つの逆平行ベータシートからなり、そのうちの一組だけが配列上隣接したものである。ポリンは、 通常16か18のストランドからなるベータバレルで構成され、細胞膜を拡散できないイオンや小分子を通過させる働きをしている。このような構造はグラム陰性細菌、葉緑体、ミトコンドリアなどの外膜に見られる。アイレットとして知られるタンパク質中央の穴には過電残器が並び、非電化、影電化がそれぞれに引き寄せられる。 二つの β シートを結ぶ長いループが中央のチャンネルを部分的に塞ぐことがあり、このループの長さとイザでトランスポーターを通過できる分子が選別される。リポカリンは通常八つのストランドからなる β バレルで構成され細胞外に分泌されるタンパク質である。素水性分子と結合し運ぶ働きをする。最も有名な例は レチノール結合タンパク質で、レチノールを運搬する。人では、レチノールは肝臓に蓄えられ、RBP によって他の組織へ運ばれる。それぞれの RBP 分子は、プレアルブミンと様々な細胞表面受容体のタンパク質間、相互作用によって一分子のレチノールを運ぶ。レチノールを運び終わった RBP は、腎臓で分解される。 ありがとうございます。